強制歯科とは、歯科の診療科の一つで、不正抗合や顎変形症を治療する。歯科小児歯科歯科口腔外科とともに標榜科としても認められている。ワイヤーなどによる、強制力により歯を正常な位置に移動させ、あるいは上顎骨、下顎骨の形態変化を起こすことで、心美性や、顎口腔機能の回復や、その予防を目的とする。不正咬合は、 多くの疾患や機能障害の原因となり、これを取り除く強制歯科の役割は大きい。日本では一般の強制治療には保険が適用されないが、外科手術を必要とする症例には保険適用がある。日本では心美目的の強制などでは保険が適用されないため、だいたい60万から120万円の費用が必要となる。アメリカ合衆国では、 個人の医療保険がありニュージーランド、イギリスなどでは学生は不正工合の難易度によって無料で軽度の不正工合には開業医で治療を受ける必要がある困難な不正工合での無料の治療には待ち時間が1から2年あるため開業医で治療を受けることが多い治療には1期治療と2期治療があり14から15歳児に2期治療をすることが治療期間の短縮 費用の軽減につながり、医療機関でも推薦されている。日本共生歯科学会が学会認定専門医制度を採用している。絶速共生認定制度。ありがとうございます。